皆さんこんにちは、ピカです。バイオハザード7エンドオブゾイやっていくよ。はい、まずはこれ、鉄くずと枝合成できるね。これ選択してアイテムを合成しますかいって出るんで、これで決定を押すと合成できるものがね、こうやって選べると。なるほど。でこの槍がね、なんとかっていうか、なんとかじゃねえこの槍がやっぱりあれですね、ボス戦とかで活躍しそうですね。結構強力そうだ。他の人の、まあ、ここまでのですけどね、ここまで進んでいる状態の人の動画見たんですけどもね。で僕今までこのやっていて、でその動画見てたらね、取り残しているところも結構あったんでね、こう行ってきましょう。ここはまずここにね、枝でしょ。でこれ猛攻のエフィジーね、これ攻撃力ちょっと上がるのか、普通のより少し上がるのかな。でこれはここに出てきてと。で鉄くずもらいますと。でここはでね、この甲板の上にもあったんですよ、この猛攻のエフィジーではないけど、あれ猛攻のエフィジーではないけど、攻撃力上がる人形があったんですよね。それも取っていきましょう。取ってきますね、それもね。でここにキーはないな。あれは取ったし、こいつ生き返ってるぞ。え、やってねえのか俺。すまん、君を見失っていた、見落としていた、許してくれ。よっしゃ、これで合成だぜ。よいしょ。これなんや。あ、マニュアルね。殴るなら頭だ。それとね、ここに書いてあったね、左右右の連打で素早い連続ジャブ、右左右から左ストレートでノックアウトだぜ。ね、右左右左ですね。まず右から出すんだな。よし。で、奴らが倒れたら頭を踏み潰してとどめを刺す。こちらに気づいてない間抜けには、後ろからね、艦長ね。はい。よし。進む。あ、ここで終わりか。よーし。そしたら、甲板に上がりたいんだ、俺は。2階に行きてんだ。階段どこだ？あ、こっから来たよな。ここだ。よっしゃ、ここでトカゲ取ったね。まだないが、ないな。でここじゃなくて、俺屋根の上登ったんですけどね。あ、枝ある。ここにも忘れてるね、重要だぞこれ。ボス戦で生き残れるかどうかの重要な、ここ
ここにもあるんだよ。こう、同化してるよな、これ。そんなわかんなかった。うまいこと見っけたな、あの人ね。名前は言わんけど。すげえな。これで攻撃力がちょっと上がったところで腹ごしらえね。うー、芋虫。ね。よし。これでだ。あの、薬取りに行くぜ。回復薬は3つあるな。よし、最高だ。3つあるから、もう持てないと。これも、また、合成しとく。よし、これで、よしだな。オッケー。待て、回復薬は使えんのか、これ。ちょっと待ってね。下が回復薬にセットしておいた。あ、でも R1 でも回復できるんだね。R1 で回復できるんだ。ここはやめとけ。よし。さあ、薬はどこだ？ここだ。で、これを下に降りてと。よし、ここだぜ。マル。そ、なんだよ。おい、止まってるぜ、おい。お前、壊れんぞ。その怪力で。ようやくだ。ボロにはこれで決まりだぜ。はい、これ足りる。やめて、ちょっと待て。何してんの、もがいて。え、どうして、まさかお前が負けるとは。右左。おいで、あいつバックステップ使っていきやがったな。やめて、はい、右左、右左、ストレート。なんだそれ、何それ。うそ、捕まんのか、お前ちょっと待て。待て、やるじゃねえか。回復よし。スプラッシュマウンテン、気に入ったか、気に入ったか。あれ、どうにゃ。あ、待て、なんかあるぞ。ちょっと待て、なにこれ、なんだこれ。見て、くっそ、2発か。うっそ、お前やめて。調子に乗んだよ。これなんだ、ぐちょちょ見せて、これなんだって。
そうそう。回復させて。くんだね、よし。な、マル、マル。やりつけ。やればできんじゃねえか。死んだ。死んだ。またこう。お前ちょっと強ないか。ちょっと待って、槍防御。ちょっとまず逃げろ。逃げて。カモンだとお前。頭当たったか。お前パーか。いや、強え。めっちゃくちゃ強え、こいつ。回復薬もねえぞ。あら、行くぞ。粉砕機？あ、それか。グリグリ。ざまみやがれ。ふぅ、おい、待ってろよ、ゾイ。何？あ、開いたのか。これ何だったんだろう。これ何だったんだ。粉砕機の中、あいつをおびき寄せれたのか。ああ、なんだこれか。回復薬か。攻撃の、はいはい。で、まだ箱なかったっけ。木箱あったような気がするんだけど、ない。今日はねえな。いや、ボスにあの連打食らわせんの難しいね。内側は行けるの？行けないか。お、ゾイ。よし。ゾイ、薬を取ってきたぞ。もう大丈夫だ。お前。頭粉砕したの何にもいいのかこいつ。なんだ。どこ行きやがった。あごだ、あごだぞ。おい、
ゾイを返せ、このクソ野郎。絶対に見つけ出してやる。この辺りはどうなっちまったんだ。奴はこの先にいるのか。これね、どっかね、入れそうな道も結構あったんですよ。まあ、ここはあるかわかんないけど、あの船行く前ね。あ、びっくりした。木か。イモチ。横それる道はなさそうだ。ワニがいるのか？こっちから行けるか？行けないな。早いとこ行け。こういうとこにもね、なんか人形ありそうだね。よし、こういうとこはどうだ。何もないか。何もない。え、あれは葉っぱか。あ、あるぞ、ザリガニだ。よっしゃ、これを見つけたのは俺ぐらいじゃないのか。こっちはなんだ。鉄くず。やめてやめて。ワニいる。ワニってるけど、とりあえずここ行こう。あ、ここ、ああ、あそこから行くしかないのか。セーブできるポイントか。ただの、わかった、一応しておく。よし、見事なセーブだった。これであいつやるしかねえんだよな。うっそ、ちょっと待って。え、どうしてどうして、何これ、ぬいぐるみか。ふざけんなお前。で、本物いるんだよな、ここにね。こいつは本物だよ。俺は天才なんだ。何かないか。なんかこれバイオ5のさ、沼地思い出すぞ。あの原住民めちゃくちゃ強かったけどね。え、久しぶりにバイオ5もやりたくなってきたね。マーセナリーズにね、結構燃えてたんです。間違えて槍を投げてしまいそうだから。なんかないの。まあ槍取ったけどね。ここらには何もないと。で、また槍にしといて、何もないよな。よし、おっと、アクゼイ、なんだ、薬莢か。え、何もないぞ。開いただけか。あ、ワニいる。ここに鉄くずありそうだけど、ない。こっちにある。ワニはこう、あの素通りしていきましょう。これはなんだ、電子レンジ。ザリガニ
ザリガニを焼いてたのか。ここ登んの、よし。ここにもワニがいる。でどっか、あそこにも、あそこに木箱がある。ただワニが行ったり来たりしている。これはやるしかないな。あそこにもいんの？あそこにもいんのか。薬莢で、あっちには何があるんだ。ちょっと待ってね。周りをまず見渡して、虫と薬莢を合成すると。で、あれ、あっち取りたいから、あっち側から行こう。こっちにもいんのかよ。こっちになんかあるか。薬莢ありそうだぞ、薬莢あるぞ。で、ワニの行動範囲は、あれ？そこか。まずこっち。鉄くず、鉄くず。はい、登られる。はいはい、行け。なんかある。なんかない。なんもない。橋もある。やめて、やめて、やめて。あの野郎。はあ、怖い。もう少しでパックンチョだったぜ。ねえ。ここには、何もいない？あの冷蔵庫怪しいんだけど、何もいねえよな。やめて、やめて、やめて。いる。冷蔵庫何もないだろう。よし。こんな近くでワニが見れるなんて、よし、こっちか。うん、ザリガニ。ステークボム、ステークボムってどういう軌道を描いてボムるんだろう。まあ、とりあえずいらないものを入れておこう。これいらない。で、木の枝と薬と鉄くずね。はい。で、鉄くずを合成すると。よし。で、虫。まあ、虫と薬莢を近くに置いておけ。え？これも虫か。うん。あ、じゃあ虫と薬莢合成ね。よし。でも薬莢と何かでボム作れそうだね。R2 で地面に爆弾を設置する。四角で
任意のタイミングで起爆可能か。はいはいはい。こいつジョー頭いいな。よっしゃ、これでちょっとセーブしよう。よし行くぜ。なんか崩れてパニックになるのなしだよ。何それ、滑ったぞ。いや、セーブしといてよかった。変すんげえとこからなるところだったぜ。待てよ、どこで滑ったんだ。どうやって行くべきなんだよ。まず落ちたら上がるところを確認しておこう。あそこか。うん、ここにも階段がある。待てよ、あこに木箱あるぞ。あれ木箱だよね。あの木箱はどうやって取ってくるんだろう。あっち側からか。こっち側は柵してあってないけないみたいだね。わかったぜ。ここで滑ったんだよな。あいつがあっちに行くのを確認した上でだ。行ったか。で、これどう行けばいいんだ。足元わかんねえよな。よし、よし、これでと。マジ、見て、左スーパージャブ。あれ、スーパージャブ出ねえな。そうそう、これか。いけていけていけて。え、どうして？ちょっと、2匹いた。マジでかよ、くっそー、慎重に行ったのにや。まあ行こう、まっすぐ行ったら落ちないんだろ。さっと行くぜ。こんな方で止まっとれねえんだ。まあ、ちゃんとここ整備しとけや。槍がある、槍があるけど、まずこいつを。はい、ジャンプ。で、槍を取ると。槍じゃない、枝か。あ、踏みつけた。すまぬ。よし、これで2匹出てくっから、まずね、こいつをまずジャブってから、あの、噛むな。え、2匹じゃねえの、何匹だ。待て、虫食う。え、強いこいつら。なんか強い。どうしてそんな強いんだよお前ら。嘘だ、嘘だ、なんかめちゃくちゃ強いぞおい。そんな強かったかよ。
どうして中にいんのまだ。キチガイじゃねえか、これじゃお前。待て。うっそ、逃がしてくれ。いい。どうしてだ、どうしてこんなに強くなったんだ。待て、あいつら早速ボムで倒さんとダメっていうことか。ボムで泣けんと倒せねってことか。めっちゃくちゃ強いぞあいつら。なんかちょっとな。だろ、ここにもいんのか。くそ。え？おいおい、ダメージ当てたろ。溶けるなよ。ほっしゃ。こっち行ったら消えんのか。もしまだ。よし、今だ、今だ。やれ。やるの。よし、これであと何匹だ。すっげえいたぞ数。ここで全部めちゃくちゃ強かったな。あ、ここ破壊できなかったのか。でだ、木箱がね、木箱がそこにあるんだよ。その木箱をどうやって取るかですね。またなんか出たぞ。なんか言ってるぞ。槍が2本ある。まず槍を装備しといてだ。これ登れ登れ。ここからか。よし、よし、木箱。よし、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 取りに来た甲斐があったぜ。これで見逃しはないか。で、あっちに戻る。出るなよ。あそこに出た。でも逃げる。槍がもったいない。で、これ槍で下にしたらこうなって、R2 で設置か。まあ、ポンと投げてもいいのか。あ、投げれないんだ。逆に。設置するしかできないみたいですね。ポンと手前に投げれないね。わかったぞ。
よし、こっちだね。そろそろセーブしたいんだけど。ちょ、うっそ。いや、信じらんねえよ、お前。なんだ、あの攻撃力。おい。俺の今までの苦労何だったんだよ、お前。本当にちょっとこれ温まくっぞ。なんだよ、それ。なんかいきなり、めちゃくちゃ強くなったぞ、敵。ちくしょう。なんで出ねえの？死んでんのか、お前。そこらへんはっきりしてくれ。こっでこいつが出たらだ。こっちからまた出るんだよ。よし、オッケー。なんで3体なってんの？それお前なんだそれ。2体だったらな。くそ、なる。おい、いい感じしてくれお前。2体だったろ。お前消えんな。くそ、めっせ、ほんとに。2体だったろ。ザリガニ食わせていただくぜ。なんなんだこれ。いや、すんげえ攻撃力上がってるこいつら。こんなに食らわなかったもん。こりゃセーブポイントこまめにいるわ。ザリガニくっさくらんといかんわ。まず槍装備して降りて、で箱取って、取ったか？取ったな。よし、これでまた槍装備して降りる。で、すぐ登る。すぐ登れ。よし、これでだ。これであいつ出てくっから、ここにもセーブポイントあっか。あいつめちゃくちゃ強かったもん。槍もったいねえけどね。まず防御。ちょっと待って。何その攻撃力、お前。ふざけんなお前。何それ、お前。ふざけんなって、ほんまふざけんなって。なんだそれお前。
お前、そっちチートだろ、お前。お前そんな強くなかったろ。あれ、ダメだ。防御してもめちゃくちゃだ、これ。なんだそれ。なんでそんな強くなったんだ、お前。ちょっと、イラッとくるよな、これ。こんなん、めちゃくちゃ、強くなりすぎだろう。まだいんの？セーブさせて頼むから。いる。ふざけんな、お前。何匹いんの？セーブある？ここ。あいつはでも回っていけそうだ。見えねえ見えねえ。あいつが通り過ぎたところを見つかんなよ。ちょっと待ってね。もうちょっと様子見させて。ああいう風なんのか。よし、通り過ぎたらいけそうだな。本当に弱ったもんだぜ。めちゃくちゃ強い、ここの敵。逃げ気で下手したら死んじゃう。よし、いける。いけ。おい、セーブポイントねえの、ここに。薬莢。いや、パンチじゃ勝てないようなってきたような気する。セーブポイントないの？槍結構あるから槍でいけっていうことか。待って、こいつ。嘘、やめて。おい、右してるだろ、右してるだろ、お前。やめて、くんな。かわいい、こいつ。右してたと、右してたろ、これ。右してたろ。俺の幻の右へ、幻になってるぞ、ほんとに。まだいるよ。おい、左出して。とどめ、とどめさせ。よし、はい。よっしゃ。これセーブポイントくれ。また戻るの俺嫌だ。逆に戻った方がいいか。こんなとこまであんたやり直させられたらたまったもんじゃねえぞ。戻るわ俺。ちょっと怖すぎ。よっしゃ、これで済むぜ。よし、これでここ進むんだよね。薬莢。回復薬はないぞ、回復薬ないぞ。
なんだこれ。あ、これでボムできるんだ。来た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 。ちょ待て、2体来た。2体無理。まずお前死ね。あいつ死なねえの。セーブしといてよかったわ、ほんとよかったわ。はい、あいつらダメージ戻ってねえよな。ムカデ食うから今。なんだこれ、やっぱセーブ正解だった。いやーよかった。鬼畜ってるぞこれ。なんだあいつら。アホかあいつら。しろお前。ダメだこいつら。いやーやっぱボム使わんとダメですわこれ。うん、待て、またお前か。ちょ待て、ちょ待て、来んな。一撃か。あ、ここから行けた。あの箱たち取ってることになってんの？なってそうだね。とりあえずあいつらはね、槍でやるしかねえ。お前は来い。よっしゃ、死んでくだっちゃい。で、槍を作るぞ。合成。そこにいるのか。なんで？え？踏みつける。踏みつけて。あいつはまだ出ねえよな。あいつはまだ出ねえよな。よし、槍だ。槍で倒す。鉄くず、鉄くずないけど、まあこれは合成しなくてもいい。槍を装備しといてだ。足場悪いんだよなここ。あーギリギリ足場悪いからな。よし、次どうなの、次どうなの、全然わかんない。逃げて。お前落ちろ。くっそお前、ぐるるるるいってるお前。くんな。
ちょっと待って、あいつ爆弾、あいつ爆弾で、四角的爆ね。よし、しんどけボケ。まだ息あるか、お前息あるな。よし、よしね、ゆっくりしね。よし、爆弾作っとこう。爆弾ゼロになったぞ。薬莢と枝ね。よし、もう一個爆弾作っとけ。薬莢と枝。よし。いやー怖いね。怖いっていうかひどすぎこれ。いや前回の最初の方と全然違うぞ。最初の方ストレス発散できるくらい面白かったのにさ、めっちゃくちゃ敵の難易度が上がってる。ムカデか、ムカデ。これ取った？で、ああようやくセーブポイントがありました。はい、それでは今回は、申し訳ない集大いっぱい見せましたけど、ここら辺で終わりにしときます。ではまた次回お会いしましょう。